走ることもだからその追いつかなきゃいけないんで、うん、なんですかね、考えられないぐらいこうやっぱりね、やっていくというか泣いてるというかねそれ見せずにやっぱりやっていかないと追いつかないんで、うん、中学1年生と3年生と一緒にやるというのは非常にとか色々、ね、難しくなって体格も全然違いますもんね。そういうものを補う何かこうやっぱり人に見えないところでやってたかなと昔はですね、うん、じゃあそのフィジカルで勝てない部分、そのテクニックでも勝てないとか、そういうもの、そういう部分なんですかね、はい、まあ、ただ小学校4年生で6年生とやってたんで、それがまあ同じ流れてると思えば、まあ、流れてるのかなっていうその自分の思いだけでやってたんですけど、当時磯貝選手ってそのフィジカル的にはどうだったんですか？足が小さかったんですよ。足もあんまりそんな速くないし。小さかったんですか？はい。だからまあ、まあ、だからドリブルとかああいうの好きだったんで。うん、はい、こっち、あの高校になってあんまりドリブルとかしなかったんですけど、はい、まあ、当時はもう2人、3人いてもかわせるぐらいこんなテクニックがあったと言われたんですけど、いや、あの自分の記憶にはないんですよ。ジェリーグ当初もすごかったです。いや、そんなことないんですよ。まあ、結局、高校に進学されて、その当時ですかね、はい、本田さんと一緒になったもの、はい、そうですね、本田さんのサッカー留学ですよね、確かね、本田もそうですですよね、あの方はどちら出身、北九州だったか、同じやっぱり九州で、九州でね、それであの今でいうジュニアユースっていうんですかね、日本代表の16歳以下で一緒になってですね、でそこで帝京工業って言ったら、じゃあ行くということで帝京にした。ああ、そうなんですか。まあ、本田さんはじめいろんな方がね、磯貝さんのこと天才天才と呼ばれて、まあ、タイトルにそのままやらせてもらったんですけどね、はいはいはい、小学校の時の話だと思いますけど、ね、そのやはり小中っていうのは先ほどもおっしゃられたようにものすごいご自身で練習したと思う。まあ自分では思います。なんかそうでなければこうならないですね、天才って言ってもね。当時ちなみに小学校の時とか中学校の時とか個人練習っていうのはどういうことをされてたんですか？いや、まあ、あの裸足で田んぼに入って、例えば稲終わって買った後割るとこのくらい残ってますよね、稲の下、はい、で、まあ、裸足でやってドリブルの底でこう練習して、そんなところでやってたんですか？なんかですかね、ああいうのでも足の抜き方があるんですよね、入れ方とか抜き方だからズボッこうなんかかかとから行っても入らないし、だから入れるときはこうつま先でグッと入れていかないと掴むように中に入らないんですよ、うん、じゃあ滑ったり、これ全体で言うと滑ったりしたりするんですよね。だこういうものを、まあ、ああいう田んぼの、まあ、なんですか、ちょっとぬかるんだとことかで、ちょっと河川敷に行って砂の上でやったりとか、はい、もうそういうのはもう試合の前は必ず行ってやってましたね、試作は。なんか、そう、悪いコンディションでも対応できるようにっていうことですか？想定して、はい、やってましたね、うん。じゃあ芝に変わっても違和感なく、ああ、それはもうなんかその別悪ければ悪いでやるっていうのがもう何ですか、体に染みてるというか。そうですね。先生でもね、僕ね小学校6年まで毎日おねしょしてたんです。ねしょ。これ回ってます。いやいや、やっぱ回ってるのは見てる人がね、あれ子供のほら悩みとかわかんないけど、うんうんうん、小学校6年生まで毎日何ですかこう布団に。要するに布団が濡れて冷たくなって、ああなんか気持ちいいなってこう外に出て起きるぐらいの感じで結構長い間、ね、そうだから毎日母ちゃんがね外を干したりするの大変だったと思います。何人ぐらいですか？姉と2人です。ほんとそれは何人いました？小学生ながら。いや自分全く感じてないんですよ毎日それどこでしようか。でも遠征に行くとやっぱりちょっと緊張してるんですかね、そのまあギリギリまでして寝てたんで、遠征行くとないんですけど、なかったんですね。でも最後大学の遠征の時1回だけしたんですよこの4年生でお殿様みたいにこう布団を10枚ぐらい積んでなんかこう鹿児島で遠征で寝かされた時にはなんか気づいたらすごい気持ちいいなって思ったね濡れてたからこれも暑いんだ大学じゃんって思って一人も早く起きて布団畳んだんですよ先輩布団畳むんですねって言われて当たり前だよって畳むしかないんだろうね。それは今今日現在まで誰も話してないんです。誰も話してないです。ポンポ初公開。初公開。
本当にそれはザ・エキスパートとしても光栄な話ですね。いやでも何かやっぱりね、自分の中でそういうものがあったのかなと思って、うん、ちょっと今振り返るとですね、うんうん、僕らから見るとね、そういう緊張するとかね、その全然なさそうだもんね。確かになんかすごいハート強いというか、あんまりひょうひょうとしてるイメージが強いですね。まあまあまあ、もうこういろんなもん覚悟していろんな挑んでるとは思うんですけど、昨日も治療の後ちょっと話す機会があって、磯貝さんという人はどういうふうな、ね、人がっていう表現するときと どういうふうにして表現したのかってね、もう自由な人なのか緊張もしない全くしない人なのかね、いろいろこう考えながらやったんですけど、はい、まあ、今の話聞いて徐々に分かってきたような気がします。単なる九州男児だったりするんで、単なる九州男児だった